スマスということで、はい、ちょっとこんな格好してますけど、女子会をさせていただけたらと思います、はい、ちょっと堅苦しいのはね、はい、やめていただいて、はい、ざっくばらんなトークをしていただけたらと思います、はい、お願いします。お願いします。長島真希選手と森谷美穂選手です、はいはい、よろしくお願いします。顔がわからない感じになってますけども、はい、クリスマス何か思い出とか、あとは必ず食べるものとかありますかね。クリスマス、はい、だからチキン、やっぱチキンですよね。ですけど、はい、うちの旦那さんとか家族がチキンダメで、はい、あ、そうなんですね、はい、肉ダメなんですよ。あ、じゃあお肉なしで。なしですね、はい、ケーキ、あ、ケーキ、そうですね、ケーキと、でもその時期で忙しいんで、はい、頑張りクリスマスしてる感じがないですけど、まあ、子供がいるんで、はいはい、あのツリーは家に出して、何食べますかね、ちょっと全然考えてない、はい、そうですね、うちもツリー出しました。あ、皆さんツリー出されるんですね、はい、大きいツリーを、はい、出して、じゃあ、ね、今年もツリーは出して、はい、ちょっと、ね、雰囲気を味わうということですね、はい、ありがとうございます。私あの最近神社巡りとかに、ね、ハマってまして、あの皆さんのパワースポットというか毎年必ず、うん、あの行く場所とかありますかね。そうですね、クリスマスと関係ないですけどそうです、ね、あの普通に聞きたくて、私が聞きたくて、ね、神社巡りでもいいですね。そうです、私も好きです。あ、本当ですか。私は必ず毎年車好き神社に行くんです。行くように、はい、なんかどこかありますかね。まあ、家の、まあ、お正月とかは行くとこは決まってたりはしますね。でもあのやっぱ勝負事をしてるんで、あのベストレースの合間に時間があったら行くと緑とか癒されるじゃないですか。いや、癒されます、はい、なんで結構行きます。あ、そうなんですね。全然行かない行かないやつ。そこではちょっと行きます。あ、はい、近所のところと、はい、ちょっと離れた近いところと、うん、ちょっと遠いところと、はい、3カ所ぐらい行けたらいいかなと思ってます。ありがとうございます、はい、なんかまああの減量とかでちょっとあんまりご飯とか食べれないかもしれないんですけど、得意料理とか聞きたいなと思って。はい、聞きたいです。最近娘に褒められたのが、はい、おかゆです。おかゆ、何おかゆですか。普通のおかゆです。塩加減が最高だったのかもしれない。梅は乗せる派ですか。乗せました。食べてみたいですね。おかゆはまあでもいいですもんね、シンプルに。いや、私もおかゆなら作れるかもしれないですね。本当、もうママとしてはちょっと B2 級です。あ、そうなんですね。なんか、かかってます。料理先生とか多分もうなんかあのボートレースの世界の中でも、はい、あの美人なお二人とお聞きしてたので、なんかそういう女子力的なことも結構やられてるのかなと思ったんですけど。やってる人もいるね。そうですね、強くて女子力高い人もいますけど、あのインスタ見ると佐々木ひろ、はい、片岡入りあたりのインスタ見ながらご飯食べます。あ、それがおかしい。そうそうですね。毎回それ見ながら。芸人さんみたいなことをやられてるんですね。はい、でもあの普段メイクとかって、あ、僕もちょっとで、私もちょっとそこでやってますね。宿舎で。あ、コロコロしたい。すごい、はい。コロコロしたいんで誰か買ってくれないかな。じゃあクリスマスプレゼント皆さん、あのこちらまでコロコロ貼るので、あの高いやつ。高いやつが欲しい。今一番欲しいもの。うわ、こういう人です。あ、プレゼント。おしるこ。おしるこでいいですか。じゃあ、おしることコロコロ待ってますので、はい、よろしくお願いいたします。はい、では、最後に質問で、はい、2018を振り返って、はい、何かあの、一文字で表すなら、した、はい、よくあることだと思うんですけど、私は、はい、己って、なんか自分自身をもう一回見つめ直して、まあ、どっちかっていうと去年は、まあ、自分のなんかもう仕事中心になっちゃって、あの家族とのバランスとか娘と会えなくて、あの優勝しても泣いちゃったりしてたんで、今年はとにかく自分自身を大事にしようと思って、
で過ごしてきて、はいはい、まあ、結局クイーンズクライマックスにも出れる位置に来れたんで、うん、私の中はもう己です、はい、かっこいいです、ね、ありがとうございます。森谷さん、私は耐えるっていう耐える、はい、なんか本当に苦しくて辛い1年だったなと思うんですけど、うん、そこで支えてくれる人だったりたくさん気づけたことがあったので、はい、耐えられた1年になって、はい、チャレンジカップも使用することができたのかなって思いました。なんかすごい真面目な話をされてるんですけど、カット、カット、カット、私も思いました。後でやりたいような感じが、そうそうですよね、すいません。ありましたけども、はい、いろいろ話できて、はい、よかったです。ありがとうございます。